こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、フィルインについて、フィルインの長さ、どういうのが適切なんですかっていう質問があったので、やっていきたいと思います。そもそもフィルインって何かっていう話なんですけど、フィルインっていうのは、まあ、いわゆるその、リズムがずっと進行していく中で、リズムが変形して次の何かをこう、予兆させるっていうものだと僕は思ってるんですね。例えば、極端な話を言うと、これってフィルインでよく使うパターンですけど、これを繰り返せばこれリズムパターンになるんですよ。なのでこっちがフィルインに聞こえるでしょみたいな感じですね。だから変化すればいいわけですね。変化するとなんか予兆、次の何か変化を予兆させるというかね。だからハーモニーというか、そのハーモニーは一つの区切りがあると、そこで一旦パッて終わって、そこなんかこう区切りが出るっていう。最終的には僕は別にフィルインなくてクラッシュで区切るだけでもいいんだけど、区切りの部分をいくつかあった場合は A から A に行くときは区切らないっていう選択肢もあるのね。本当はコード進行的には区切れてるけど、区切らないことによって次の展開ができるっていうふうにも考えてるわけです。簡単なもので言うとハイハット開くだけとか、軽いフィルインになる。だから軽いっていうことは何かと、まあ、その動きが、この変化が少なければ軽いフィルインになるわけですね。だからここ今ハイハットやったとこをバスドラだけにすると、バスドラだけポンと足しただけでも、これでもフィルインになるってことなんですね。じゃあ、本題に行くわけなんですが、本題に行って、この最初のフィルインのとこ、これ、タカタカタンタタを、これ1番に書いてみました。これ、2拍のフィルインってすごいやりやすいんですね。すごくこう適切、長くもなく短くもなく、だから、ちょっと軽くうなずいてるみたいなイメージになるんで、という意味です。だからこのスラッシュが書いてあるところはリズムをそのままキープするってことなんですが、じゃあ2番はこのタタタタをなくしてタンタタだけにすると軽くなるわけ。だからさっき言ったみたいにこう変化が少なければ軽いフィルインになるわけ。そしたら1小節にしようと思うと、例えばタカ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 を混ぜてもいいけど、そうするとまあ1小節色が変わんないんじゃんみたいな、だからみたいにすると音階が高いものからこうだんだん細かくなって音階が低いものに移っていくと、こうスピードが生まれるので次のこう変化にこう行きやすいってことですね。だからこういう一小節のフィルインなんかで、こう要は A メロから A メに行くところは軽めのフィルインだけど、 A メロから B に行くときはちょっと強くして2拍ぐらいにして、で B からサビに行くときはさみたいな分配をするとうまくいくよねっていうお話なんですね。そうすると3拍でも全然で、クラッシュのところが変わっちゃダメで、引き伸ばしていく分にはよくてというフィルインを作ってみましたが、タカトコトンと、まあ、最後クラッシュを押すためにスネアにしましたが、っていう風に3拍っていうのもなんかちょっと変わってて面白いって感じですね。だからかっこいいフィルインを作るのには、なんか表からドンっていくのがゴツゴツが合う時もあるけど、こうなんかこう2拍目って裏じゃん。だからワンツーってやると、なんかすごくこうなんていうか、さりげない感じに聞こえるんですよね。さりげないフィルインをしようと思うと裏からってことは、16の1個足すのね。つまり1個手前にこれを足してあげてから、つまり何でもいいけどフィルインをパンと2拍作ったらそのままやるんじゃなくて1個手前に音を足す、もしくはラフとかにしたりとかね、ラフにしたりとかフラムにしてあげて音を手前に足すと裏から入った感じになるじゃん。だからかっこよくなる。そしたら最後の抜けをこう裏から押してあげるっていうのもありなんですね。だからこれ6番だけど、こういうふうにしました。そしたら
2小節のフレーズっていうことはもう本当に大サビに行くとこなんかでよく使うんだけど、そうするとやっぱ音階の高いところから。みたいに長くしようと思うと、まあ全部。これだとなんかこう上がっていく感じがしないじゃない。だからまあクレッシェンドかければいいんだけど、やっぱ音階が少ないところからなんかこうだんだん細かくなっていくっていう作り方をするのがまあ定番ですよってお話ですね。なのでポップスなんかの場合はメロディーがだいたい A メロ、B メロ、サビ、ABC っていう構成なのね、構成のお話をしたと思いますが、なので A から2回目の A に行くときはやっぱ軽めのフィルインで、A から B に行くときはちょっと重くする。で、サビに行くときは大きく重くするっていうのが、まあ、定番なんですよ。で、あえてそれを入れ違えるために、まあ、歌詞が違うとかね、歌詞に合わせてそういうふうにするとかね、そういうのってあると思うんですけど、まあ、要は、そういう組み立て方をした方が自然に聞こえるから、いいところにいいフィルインが入る。かっこいいフィルインっていうのは、適切な場所に適切な量入ってる方がいい。だから、なんかこういろいろやるよりもなんかこうものすごい難しいフィルインをたくさん知ってて毎回毎回重たいフィルイン入れられると逆に嫌なんですよ。それよりは全体を見渡して適切な箇所にフィルインが入ってる方が他の楽器には好まれるし、お客さんって9割はドラマーじゃないんで、9割9分ドラマーじゃないんで、ドラマーにしかわからないかっこよさっていうのを結構みんな追求するんだけど、大事なのは適切な場所に適切な感じのフィルイン、量のフィルインが入っている。これがすごい大事。で、裏から入るとさりげない、表から入るとドスッといくっていうな、そういう法則をしてて、それを意図的に使うっていうのがすごい大事ですね。だから、すごく料理が美味しいっていう、もう最高に美味しかったらいいんだけど、美味しいんだけど、行ったらお店に行ったら、唐揚げ出てきて、ピザが出てきて、スパゲティ出てきて、なんかこう重たすぎて、なんかもう行くのいいかなっていうじゃなくて、まあどれも80点以上結構美味しいんだけど、もうその100点じゃない、でも80点なんだけど、とにかく量が、あ、サラダ食べたいなと思ってサラダがやってきて、ちょうど適切な量でね、お腹いっぱいにならない量で出てきて、でそのオードブルが出てきて、でこう魚が出てきて何が出てきてっていうのがちょうどいい量で、ちょうどいい、こっちの方が大事なんですよ。それだと6点点数っていう60点でもいいわけだから、大事なのはその全体の音楽の流れをちゃんと見通す、指揮者と近いからね、ドラマはね、そういったところをちゃんと勉強するとうまくいくと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。